三条原氏王英十三年十二月二十七日は南北朝時代、室町時代の女性。御縁友天皇の皇宮で、五小松天皇、慶氏内親王の聖母。陰号は道春門院。純三宮。父は内大臣三条、金太田。建徳二年、糸口人氏親王に、上老女房としている侍。三条、金太田。 アトグマイキによれば、甲和3年、ご縁優上皇と足利義満との確執に巻き込まれ、2月1日には、出産を終えて宮中へ戻ったところ、ご縁優天皇に、刀の峰でを出され、実家三条家に逃げ帰る事件が起きる。五小松天皇の戦争後、甲和3年11月に、12位、欧栄2年4月に巡三のみや、同3年7月24日に、陰謀宣言を受けた。 王永13年12月27日、56歳で皇居した。皇居に際し、足利義満は天皇一代に二度の両案は不吉であるとして、その質、日野安子を五小松天皇の順庫に立てて、両案を回避させた。この頃、御縁優と義満の関係及び、御縁優の精神状態は悪化しており、年末に義満が、 正月儀式の費用を信条したところ、ご縁友はこれを突き返して、もう生きていても仕方ないと述べている。そんな中で元師は、産後養生中の出産二日目にして、ご縁友から呼び戻されるが、これは当時としては、元師の父の金忠が荒烈すぎると生き通るほどの異例であった。事件の二日前のご皇言上皇の命日に、 ご縁優が仏事を行ったところ、吉光に睨まれることを恐れる、天上人らが一人も参列しない事態となる。2月1日、ご縁優は原子に対して、お湯殿に参上するよう命じるが、当時の入浴は、そう頻繁に行われるものでもなく、貴人の入浴の際は、袴と湯巻を着用する女房たちの奉仕が必要であり、袴と湯巻の準備がないとして原子は、参上を断った。 これに対してご園優は激怒し、原子の部屋に押し入り、イカゴを刀の峰で何度も激しく打ち据えた。その後、ご園優聖母の広橋中子が訪問し、ご園優に酒を勧めてなだめる一方、イカゴが治療のために退出できるよう計らった。イカゴは、実家の三上家に運び込まれて、治療を受け、吉光も、医師を派遣したが、原子の出血は翌日まで止まらず、 その間に原子は何度も気を失っている。この事件の動機として、ご縁優が吉光と伊かごの密通を疑ったとする説がある。吉光が他人の最小を自分の目かけとする例はすでに多数あり、皇族の万二王の目かけや弟の足利光仙の妻までを自分の目かけとしており、このことから原子と吉光の密通をご縁優が疑うのも根拠があるとする。なお、 この事件の3日後に、即室のアゼチ曲を吉光との密通の疑いから、出家させ追放している。イカゴが出産後御所に戻らなかったこと、またその後の足利義光の行動から、作家の海音寺長五郎は、ここ松天皇は、吉光の子ではないかという説を唱えた。ご縁友はこの事件の2週間後に切腹未遂事件を起こし、これら一連の振る舞いによって、 辞典の君の権威が失墜した。以降、ご縁友は政治的な影響力を行使することが修正なかった。ありがとうございます。